とりあえずね、スカウト DLC のこれなんてやつだったっけかな、これともう1台をね持ってからね、とりあえずペドロベイに向かいますか。ああこれトレーラー牽引できねえんだ、まあいいや。はい、でもう1台はねこちらのハマー持ってきましょうか。なんだかんだでやっぱり汎用性能高いんでね。でまあこれにトレーラーで調査ユニットをつけると。はい、でウインチをつけていきましょうか。はい、とりあえずこの体勢でいきましょう。でとりあえずね山を流れる川に行きます。でその後にペドロベイに移動って感じですね。やっぱり辛いですねこういうところは、何気に結構大変なんですよね。まあ後ろ引っ張ってるのもありますけどね、重いんですよね、あの調査ユニット自体が重いしね。でもかといってね2回同じ道走るのがめんどくせえからね、まあこうやって牽引していきましょうってやつですよ。こういうところを抜けたらあとアスファルトだからね問題はないんでね。あ、間違えた間違えたボタン。はい、ここからはもうトラクションかかるでしょう。しかしこのスカウトもね、俺がこのゲームで使ってたレトロ方向とは全然違う現代的なね車ですよね。なんか古臭いのばっかり使ってたけど、強いて言うとねこのハマーが、新しいかなぐらいでしたもんね。ハマーもね十分古い車なんですけどね。で山を流れる川ね、一部まだ未探索になってるから、ちょうどね調査ユニットね持ってるからね、調査ユニット使ってねそこら辺も暴きながら走っていきましょうか。はい、もう少しでね山を流れる川ですね。意外と燃料使ったね。まあ結構重そうだもんな。まあとりあえず補給していきましょうか。はい、まあ川ですけど流れが速いけどね、まあ普通に渡れるでしょう。まあでも意外とやっぱり影響を受けてるね、流されるもん。ちょっと楽になるようにハマーのエンジンかけときますか。とりあえずここの先がゲートウェイですね。でひとまず山を流れる川に行きます。はい、じゃあ行きましょうか。この道をね、どこまでもまっすぐ行ったところが確かゲートウェイ。まあでもね、幸いなことにね、この道沿いにね、スタンドが1軒あるからそこはいいですよね。燃料補給してね、迎えるから次のマップに。とりあえずね、現地に着いたら監視塔を解放するのに、こっちのね、黄色い方のスカウトを使って監視塔を解放して、で監視塔でカバーできない部分はねこのハマーでね調査ユニットをね移動してやりましょう。だから監視塔から届かない範囲にねある可能性だってありますからね。でここら辺未探索エリアじゃないですか。まあここずっとそうだったけど、そうか、だったらハマーでね全部やってくればよかったね。今からでも遅くねえか、やってくるか。はい、レーダー、とりあえずレーダー作動させよう。はい、ほらアップグレードあんじゃねえかよ、危ねえ。まあとりあえず一通りスキャンしていきますか。アップグレードちょっと拾ってから行こうね。とりあえずスタンドで一回スキャンしましょう。スタンドのあたりで、
やっぱハマースピード出ますね。はい、ここら辺で一回レーダー作動させましょう。はい、何もない。危ない。はい、ここら辺で多分届くだろう。意外と届くってことはね、分かってますから。はい、もうないですね。このハマーにね、デフロックついてれば多分最強でしたでしょうね。すげえ扱いやすいんだよね、このハマー。はい、とりあえず戻ってきましたけど、代わりにね、そっちのスカウトでアップグレードだけはね、取りこぼしちゃなんねえですからね、ほんと。意外と走るね。まあそこまで大変な路面ってわけでもねえけど。ここはひどいね。はい、アップグレード地点発見です。だけどどう考えたって民家じゃねえかよ。勝手にパクってくってこと、これ。エンジンですね。まあトラック用のエンジンみたいですね。しかもあのミシガンで手に入れるような台風の。はい、じゃあペドロベイ行ってみましょう。はい、まあ先ほどにね宣言してた通り、とりあえず監視塔から行きましょうか。監視塔は4つですね。最初の監視塔を目指していきましょう。こっちの方ね、ちょっとね、路面にカントがついてるから、だいぶ走ってるだけで車線が寄るというか。おお、完璧に凍ってますよ。はい、あ、ここは、おうおうおお、嘘だよ、まさか川になってると思わなかったよ。なんでここだけ溶けてんだよな。なんとか這い上がれねえかな。もう這い上がった、這い上がった。なんで道じゃねえじゃねえかよ。ただ川じゃんね。最初道に勘違いしたけど。はい、こっちですよね。なんかこのペドロベイは大変そうですね、予想だけど。とりあえず橋かなんかの復旧ですね。そうですね、やっぱ橋の復旧、どこの橋を復旧させるんだかわかんねえけど、まあとりあえず行ってみましょうか。多分こっちで大丈夫だよな。いいね、久々に新エリア来たから、そういえば橋の復旧とかそういうのから始めんだよなって感じ。意外と走破性ねえな。もうちょっとこういう雪深いところでも走ってくれるかなと思ったけど。燃料なくなる可能性だけはね、ほんと考えとかないとね。こんな荷台の中が泥だらけとかさ、考えたくもないよね。あれ、ほんとこっちでいいんだよな。場所だけチェック入れとこうか。あっちの方ね。デフロック入ってても弱えな、ほんと。ここは右折だな。意外と
このマップペドロベイは本当アスファルトが少なそう。まあ監視塔がねアスファルトのあるところにあるとはね限らないですからね、むしろないだろうって感じで。はい、1個目の監視塔ですね、到着。はい、早いとこね、燃料とか、まあ、トレーラーストアをね発見できればね問題ないんですよね。そこで燃料補給はできるわけですから。あ、できねえ、このトラックできねえよ、トレーラーつなげねえもんな。そういう意味ではねちょっとスカウトのチョイス間違えたかもね。まあ思ったよりは大変そうじゃないね、ここのとかは。この六輪車はねこういう路面には強いかもね。こっち抜けてってみようか、意外となんとかなるかもしらん。ほらこういう森の中でもね木がいっぱい密集してますからね、余裕で行けますもんね。スカウトならではの走り方。ソフトに突き破るって感じ。ここは何の工場なんだろうね。なんだよガレージじゃねえかよ、よかったよかった。あれガレージじゃない、なんかガレージっぽく見えたんだけど、なんかの工場かいこれ。ああ160リッター積んでんじゃん、燃料タンクだいぶ積んでるねこれ。十分十分、持つ持つ。こっちですね。はい、監視塔まであと少し。お、意外と硬い。はい、2箇所目到着。はい、まあいいや、とりあえずねまだ半分しか終わってないけど、今回はねここまでにしときます。ちょっと時間がなくなったのでね、次回は続きをねやっていこうと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。